徹底リサーチ。米村きなのの。キーナファイル。今回のテーマはこちら。Bリーグの面白いところです。話をしてくれるのは名和秋プロです。よろしくお願いします。現在唯一の B リーグ1期生名和プロ。B リーグ開幕戦からのメンバーの名和さんですが、名和さんが思う B リーグの面白いところってどこですか？プロボーラーが普段の公式戦とは違った感じでちゃんとヘアメイクしてもらって綺麗に着飾って投球してるっていうところが、やっぱり普段の公式戦とは全然違うので、そこが一番の見どころなんじゃないかなっていうふうに私は思います。 B リーグの楽しい見方はありますか？もうすごい僅差の戦いが多いので、やっぱそういうのはこうみんながレベルが上がってきて、こう一人がストライク続くともう負けないってこうついていく、なんかそういう戦い方をなんか皆さんには見てもらったら面白いかなって思ってます。なるほど。こう選手さんたちが感じてらっしゃるこの空気感を、そうなんです、一緒に感じ、ボウリングってこう投げてる時間より後ろで待ってる時間の方が全然長いので、その間に何を考えてるとか、なんかそういう戦い方を見てもらえたら面白いかなって思います。P リーグの面白いところは公式戦にはないエンターテインメントなボウリングです。 P リーグ DVD ボリューム18夢のドラフト会議2023、歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成、特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。 P リーグプラス会員募集中。 P リーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作りタンブラーなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは P リーグプラスで検索。